2021明治安田生命 J1 リーグ第19節名古屋グランパス対サンフレッチェ広島、愛知県豊田市の豊田スタジアムからお送りします。 ACL の関係で今日は前倒して行われる第19節名古屋広島の一戦です。そして今セレモニーが行われていますが、斉藤学、4月7日の湘南戦で J1、J2 通算300試合出場を達成しました。名古屋ゴールキーパーランゲラック、ディフェンスは右から宮原、中谷、丸山、吉田、中盤稲垣、米本、前線マテウス、斉藤学、相馬、ワントップに柿谷です。湘南戦からスタメン9枚変えてきました。ゴールキーパーは大迫、ディフェンスは野上、荒木、今津、東、中盤川辺、柴崎、森島、前線に浅野、ジュニオール、サントス、エゼキエウと入っています。ここは早いリスタートです。名古屋、マテウス、かわした、クロスが入る、柿谷か、流れていきました。タイミングとしては良かったんですが、いや面白いボール入れましたね、はいはい、ここはボールが流れて手前のタッチを割っています。悔しがってますね、いいボールでしたしね。ゴール中央、柿谷、こぼれたところに稲垣、ミドルもあります。さあ、ヘディングシュート決まった、丸山今シーズン初ゴール。先制は名古屋グランパス、前半の22分です。丸山、そして宮原にお子さんが誕生したということで、自らの手でゴールを決めていきました。いや、キーパーから逃げるボール、うまくファーサイド、さっき狙ってると思うんですね。マテウス結構ニアサイド狙うことが多いんですけど、ここはファーサイドで丸山もそれをしっかりこう見て、うまくこうポジション取って、あとゴールにもう誰もいないんで流し込むだけですね。さあ、浅野切り返す、浅野下げて川辺、川辺の右足、これは枠を捉えきれませんでした。今相手陣内でいい奪い方して素早い攻撃でしたけどね、はい、最後シュートまで行きましたけども、本来であればもう少し早くシュートまで持ってきたかったですね。森島仕掛けていく、エゼキエウ、剥がれた、エゼキエウ左足、ランゲラックです。エゼキエウ剥がしてフィニッシュ、はい、ただここはランゲラックのキャッチでした。ちょっと最後、はい、シュートに力がなかったですね。さあ巻いてくる、ヘディングシュート、これは枠の右です。ジュニオールサントス、はい、まあ、名古屋はゾーンで守るんで、そのゾーンの外側ですね、届かないところにボールを送り込んで、そこでという形でしたけど、グリスメン右サイドが前田ですが、柿谷から、さあ阿部か、マテウスに来た、マテウスの左足、わずかに枠の右。前線の連携で最後はマテウス、はい、奪ったボール稲垣、柿谷に素早く入れて、こう横パスいいとこ入ってきましたね。阿部でマテウスに通して、まあ、最後ギリギリのところで流し込もうと思ったんですけどね。さあ縦に川辺、その前ランゲラックです。川辺に下げて、青山から右側、右足のシュート、荒木のシュートはランゲラックです。チャンスになる前田です。エリアの中、左足のシュート、前田の左足、はい、山崎の粘りからですね、はい、はい、ギリギリないですね。柔らかいボール、ヘディングで落として、
ジュニオールサントス、ジュニオールサントス右足、ランゲラックキャッチしています。アディショナルタイムは6分台に入っています。ここで試合終了のホイッスルです。名古屋連勝、そして9試合連続無失点、 J1 の記録をさらに更新です。